それではまずはじめに、元全日本監督の野平隆夫さんにワルドナーの魅力について伺いましょう。ワルドナーの魅力についてですが、技術的には3点あると思われます。一つはドライブの種類が非常に多彩であるということ。このビデオをご覧になる人は、曲がるドライブ、沈むドライブ、それも打球点の高いところから打てる、また低いところからも打てるという非常に多彩であるというドライブを持っている。2点目にはレシーブが非常にうまい、すなわちたくさんの回転を利用して返すことができる。これも当然このビデオでご覧いただけると思います。第3点目はバックハンドの技が多彩である、特にコートのそばで強打ができる。比較的ヨーロッパの選手は後ろに下がって打つバックハンドが多いんですけども、彼の場合にはバックハンドが前陣で叩ける。これがまあ世界チャンピオンになった原動力である、中国にも強いということが技術の上では言えます。それから卓球選手に非常に必要なリラックス、緊張とリラックスで、このリラックスさを取るのが非常にうまい、これも非常に強くなるための要素です。次にゲーム性がある、いわゆるポイントところを心得ているといいますか、大事な場面でどういうやり方をしたら一番いいか、こういう面においても彼はやはりワールドチャンピオンであるということが言えると思います。その他に卓球選手で必要な反応の速さ、反射神経といいますか、こういうものも当然並外れている。それから大事な場面、作戦の変更、こういう時に必要な勇気や決断力、これも彼の場合はやはりチャンピオンとしての不幸感がある。その他に、卓球選手として必要な体のバランス、すなわち上体と下半身、このバランスが非常に取れている。これもこのビデオを見てぜひ参考にしていただきたい、いただきたい点です。以上がまあワルドナーの魅力といいますか、特徴ということが言えると思います。I'm Janne Wallner of Sweden. I hope I can teach you some good table tennis today. ワルドナーのスーパーテクニックパート1では、グリップ、フォアハンド、ドライブ、バックハンドをご紹介していきます。I have a little bit different grip between backhand and forehand. When I have my forehand grip, I have a little bit more straight up. And also with the backhand grip, I have a little bit different. I have it a little bit more down. And it's like this. Forehand とバックハンドを打つときには、人差し指が動きます。これは意識的に動かすのではなく、プレーの中で自然に動くものです。The grip little bit when I make service, I take the little bit like this, hold the racket like this. It's better because I want to have good possibility with the wrist to get much win in the service. グリップはラケットと柔らかく握手するような気持ちで握る。人差し指は自然に動く。どんなボールに対しても角度が出しやすいようにラケットを握る。以上のことを頭に置いてラケットを握りましょう。
Yes, when I play with my forehand, I stand a little bit on the side. And also I try to play with my body and also the arm. So I go straight from the ball. まず正しい基本姿勢を取ります。腰の回転を十分に使います。バウンドの頂点をインパクトします。正しい基本姿勢、腰の回転、バウンドの頂点をインパクト。フォアハンドは正しい基本姿勢をとり、腰の回転を十分に使い、バウンドの頂点で打球しましょう。それではもう一度復習してみましょう。フォアハンドストロークをするときは、まず正しい基本姿勢をとります。そして腰の回転でバックスイングをとり、しっかり右足に重心を乗せます。腰の回転で重心を左足に移しながら、バウンドの頂点をインパクトします。インパクトの瞬間は前腕と手首の力を使います。打球後は素早く基本姿勢に戻ることが大切です。When I start to play topspin, I try to move from behind, and also that I play much with the wrist. And also it's important that you play, if you want to play hard topspin, that you play on the highest point. And if you play with spin, maybe you take it a little bit more down. And also it's important that you play, when you play topspin, that you go down with the legs, then you can get more power in the topspin.バックスイングは大きめに取ります。インパクトの瞬間に手首の力を使います。体全体を使って打球しましょう。
バックスイングは大きめに、手首を十分に使う、全身を使って打球、I play sometimes with the topspin, slow topspin. Sometimes I play fast topspin. Sometimes also with side spin topspin. Also sometimes slow topspin without spin. Also I play fast topspin, I think. Yeah. ドライブは回転のかけ方によりいろいろなボールを出すことができます。それではこれらのドライブを一つ一つ見ていきましょう。スピードのある速いドライブをかけるときは腰の回転、前腕と手首の力を十分に使って打球します。フォアストレートに打つときはボールをよく引きつけ、ラケットのフェースをやや外側に向けて打球します。バックストレートに打つときはボールとの距離をとってしっかり回り込みます。打球するときには体が開きすぎないよう注意しましょう。カットボールに対してスピードのある速いドライブをかけるときは、カットボールの回転に合わせてラケットの角度を手首で調整します。そしてボールの回転に負けないようにインパクトを強くしましょう。
バックストレートに打つときはボールとの距離を取ってしっかり回り込むことが大切です。外側へ曲げるドライブを打つときは手首をよく使ってボールの外側をインパクトします。インパクトのときはラケットの先端を下げて打球します。バック側へ流すドライブを打つときは膝の屈伸を柔らかく使いボールの内側をインパクトします。インパクトのときはラケットの先端を上げて打球します。ループドライブはドライブの中で最も強い前進回転を与えるドライブです。ループドライブを打つときは膝の屈伸をよく使って重心を低めにしラケットを下から上に突き上げるように打球します。ループドライブをかけて甘いボールが返ってきたらすかさず強打します。
カウンタードライブは自分ではあまり力を加えず、相手のスピードや回転を利用して打球します。ラケットの角度を調整し、手首を固定してバウンドの頂点より前でインパクトします。相手の強いドライブに対してコートから離れたところでドライブする場合には、ボールのところまで素早く移動し、膝を深く曲げてボールを引きつけてドライブをします。ドライブはバックスイングを大きめに取り、手首の力を十分に使い、体全体を使って打球しましょう。このようにドライブはスイングの方向、ボールと当たる位置、力の入れ方などを変えて、いろいろなボールを出すことができます。これらのドライブはプレーの中のあらゆる状況に応じて使い分けます。一本調子なドライブだけでなく、いろいろな種類のドライブを使い分けできるようにしっかり練習しましょう。
ワルドナーは子供の頃からナショナルチームの一員として数多くの国際試合でプレーをし、そのオールラウンドプレーの冴えは天才少年と言われました。今でこそ身長は177センチメートルありますが、子供の頃は小さくワルディと呼ばれていました。ワルディとはドイツ語で子犬という意味です。そしてワルドナーは自ら研究開発したラバーにワルディと名付けました。この親しみやすい名前と優れた性能により、ワルディラバーは世界各国で多くのプレイヤーに愛用されています。Very relaxed in the hand, and also when I hit inside from the body. I'm not hitting from outside here, so very much inside from the body, and then also on the highest point, so then I get the best speed and fast. Yeah, if I want to play fast, I try always to hit on the highest point, and also I take the arm a little bit on the side more, so I can get more plays to play harder top spin. シェイクハンドのバックハンドはかなり攻撃力のある技術です。ドライブと同様にバック系技術もしっかり身につけましょう。相手のドライブあるいはスマッシュをブロックするときは、ラケットの面をやや下向きにします。相手のボールにスピードがあるので、スイングはほとんどしないで、ラケットの角度を調整しながらボールに当てていくようにします。
サイドスピンショートはバウンド直後をボールの内側にインパクトして行います。ラケットを正面から左後ろの方向へ引くようにスイングをします。バックハンドを打つときは体の正面から前の方へスイングします。肘を中心に前腕を前に出します。インパクトするときにラケットの先端を手首で返します。体の正面からスイングする。肘を中心に手首を素早く返す。体の正面からスイング、手首を素早く返す。バックハンドを強打するときはボールとの距離を取り、体の正面から前の方へスピードのある力強いスイングをします。バックハンドドライブは腕をリラックスさせて自然に左下の方向に下ろしてバックスイングを取ります。上半身を突き上げながら大きなストロークで前の方向へ振ります。カットボールに対してバックハンドドライブをかけるときはボールの回転に合わせてラケットの角度を手首で調整します。
コートから離れたところからバックハンドでつなぐ場合にはボールの位置まで素早く移動して打球します。打球するときはコートとの距離に合わせてラケットの角度を調整します。バックハンドは体の正面からスイングする、肘を中心に打球する、打球時手首を素早く返すということが大切です。バック系の技術もドライブと同じようにプレーの中のあらゆる状況に応じて使い分けていきます。シェイクハンドのバックハンドはペンホルダーとは違い、かなり攻撃力のある技術です。ミスをしないようにつなぐことも大切ですが、バックハンドで積極的に攻撃できるようにしっかり練習しましょう。最後に国際卓球連盟の荻村一郎会長にお話を伺いましょう。ワルドナーは世界チャンピオンですけれども、これは、よく知られていることですが、13歳ぐらいの時からもう神童とか天才とか言われた選手で、私のところにも約2週間ほど、13の時に来まして、天才的な選手によくあるようなその肉らしいくらいにそのよく卓球を知ってるこましゃくれたプレーというか、これがもうその頃から出ておりましたね。で、緩急が自在である、それから、プレースメント、もうテーブルのあらゆるところをうまく使える、どんな角度でも頭の中に入っている、それから回転もゼロ回転からそれこそ急旋回転まで、前後左右上下斜めに使えるというようなことで、卓球に関するその頭脳というのはもう本当に出来上がった選手ですね。それから弱点がない、死角がある、死んでる角度といいまして、死角のあるプレイヤーっていうのは必ずそこを潰されていくんですけども、ワルドナーの場合には死角がつかめないと、そういう魅力のある選手ですね。こういう選手はなかなか出ないと思いますし、ある特徴でもって押しまくって勝っていくという選手が出てもいいし、カラフルなその天才たちが、競い合うというような状況がだんだん出てきてよかったなというふうに思うんですね。今まで中国の選手の速さに対してどうしてもそのヨーロッパの方も遅い、そして力だけで対抗しようということで欠陥があったんですけれども、ワルダーの場合には前に出て速さだけの勝負もできる、カットもできる、カウンターもできるということで、かえって中国の選手が飲まれてしまうというような場面もありますね。それで、スウェーデン人特有のそのクールな試合態度、やはりそのヒーローのモデルというのもいろいろあっていいと思います。そういう中でワルドナーは一つの新しいヒーローのモデルを提出したと。I think it's important to practice many different things.Not only footwork, not only service. I think if you change
mixed something between this, and also that you don't play regular all the time. I think it's very important to play unregular exercise. That's the most important thing in the practice. So you don't know where the ball is coming. Then you can get much better if you don't know where the ball is coming in the exercise. I hope this video has been good and that they can learn something from the video, and I hope they will continue to practice and in the future, and I hope it was a good video. We'll be right back.